はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションウドゥ編。この動画シリーズではこのウドゥという楽器について1からいやゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でこのレッスンのガイダンス、3本指で使った3フィンガーの奏法、人差し指で使った4フィンガーの奏法、3本指人差し指交互に叩くスプリットハンドの奏法について解説していますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回はですね、スプリットフィンガーという奏法についてやっていきます。何はともあれ、このスプリットフィンガーは見ていただくのが分かりやすいので、まずは見てみてください。はい、こんな感じのテクニックになります。まあ、簡単に言うとですね、前回やったスプリットハンドは人差し指と3本指を交互に当てるという動きだったんですけれども、これをもっと細かく、まあ、スプリットフィンガーという名前の通りですね、指一本一本当てていくという奏法になります。で、正直今回のスプリットフィンガーはですね、必須のテクニックというわけではありません。今までやった3フィンガーや4フィンガー、こっちの方が重要で、まあ、これでしっかりとウドゥを鳴らせるのであれば、もうそれだけでね、十分音楽の演奏伴奏っていうのはできますので、本当にウドゥを始めたばかりで、ちょっとそういう細かいのまだ難しそうだなという方は今回のレッスン飛ばしていただいて構いません。はい、今回のレッスンは基本的な奏法を押さえた上で、さらにこう細かいね、テクニカルなこともやりたいぜという方向けの内容になります。で、前回やったスプリットハンド、ここから発展していきますので、まだこのスプリットハンドをね、思い通りに叩けない、習得していないという方は、しっかりとスプリットハンドを押さえてから今回の動画を見るようにしてください。はい、ではやり方の解説です。といってもスプリットハンドができればですね、実はそんなに難しくありません。まずはこのスプリットハンドをやっている感覚のまま、3フィンガーを当てるときにですね、薬指だけ少し曲げて、薬指だけがこのウドゥに当たるように、ちょっとね、こうヒュッと指の角度傾きを調整してみましょう。つまり4フィンガー3フィンガーで打つときに、ちょっとヒュッとね、この薬指を当てるようにすると。で、人差し指薬指、人差し指薬指、はい、この2本が交互にウドゥを叩くように当ててみましょう。体を動かしている感覚としては、前回やったスプリットハンドと全く同じです。こうくるくるくると回している動きの中で、まあ、軽くね、本当に気持ち、この薬指を折り曲げる、傾けて3本指よりも先にこの薬指が当たるように調整するという塩梅です。人差し薬、人差し薬と交互に叩いてみてください。で、しっかり鳴らすコツはですね、やっぱりこの指の長さを考えるということですね。指の長さをここからここまでで考えてしまうと、こういう小さいしょぼい音になってしまいますので、もっとこの辺まで、この指の骨が伸びているこの辺りまでを指、人差し指と薬指と考えると、よりはっきりと発音することができます。さらに言うと、ここから、まあ、もうここまで肘あたりまでですね、もうここまで指が伸びてると、長いリーチのイメージを持つと、より大きな音で発音することができます。で、大きくはっきり鳴らしたいときは、指のリーチのイメージを長く持ってしっかりと振る。で、早く叩きたいなと思ったら、このリーチのイメージをだんだん短くイメージして、コンパクトに動くように練習してみてください。
要はイメージとこの体の動きの連動によってこの発音どういう音が鳴るのかっていうのが決まるということですね。はい、人差し指と薬指で打つ感覚になれましたら、両手で揃えて、まあ、なるべくねこう左右対称になるように左右同時に練習しましょう。しばらく叩いてみますので、合わせて一緒にやってみてください。せーの、人差し薬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 。なるべく楽にふっふっふっと腕を回して指を当てましょう。できれば鏡を見ながらね、この動きが対称になっているのかっていうのを確認するとなお良いです。人差し薬、人差し薬、人差し薬、人差し薬。はい、じゃこの両手打ちになれましたら、今度は人差し人差し薬薬、人差し人差し薬薬と右左を交互に打つシングルストロークをやってみましょう。ゆっくりやってみます。せーの、人差し人差し薬薬、人差し人差し薬薬、人差し人差し薬薬、人差し人差し。だいたいこうすべての音量がですね、同じぐらいになるように、ティン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 と調整して打ってみてください。で、慣れてきたら徐々にスピードアップしていく。まあ、ここから先は各自自分のできる速さでやってみて練習してみてください。はい、前回やっていたスプリットハンドは人差し指と3本指だったので、まあ、当然これ3本指の方が音がでかい、しっかりとした音が出ますよね。ティッタンティッタンティッタンっていう感じで、なのでこれをシングルで打つと、ティッタタ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 と3本指の音が強調されるような音型になったと思うんですけれども、今やってる薬指を使えば、この人差し指と限りなく音色を揃えることによって、タタ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 と限りなくこうね、フラットな連打をすることができます。なので、まあ使い分ける感じですね。あんまりこうアクセントをつけたくないときには、人差し指と薬指の交互打ちをして、ちょっとこう強調したいときなんかにこう3本指を入れると、みたいな感じこうね、リズムに色をつけることができます。はい、音色のバリエーションとしても、人差し指、薬指、3本指、この3つがあれば十分なんですけれども、余裕がある方はですね、まあ、同じ要領で今度中指ができますので、これも習得しちゃいましょう。やり方はさっきと全く同様です。スプリットハンドを打つ感覚で、今度はこの真ん中ですね、中指を少し傾ける、中指を少し目立たせてこのウドゥに当たるようにすると、つまりこのようなフォームで、人差し指中指、人差し指中指、この2本で当てるっていうことですね。さっきの薬指は人差し指とちょっと距離があるので、こう回すね感覚が分かりやすい、当てやすいと思うんですけども、今度中指がね近いですから、これちょっとね感覚が難しいです。はい、でこうすぐにできるようになるのはちょっと難しいかなと思いますので、あ、こういうテクニックもあるんだと、まあ、一旦知っておいてですね、時間があるときに、人
人差し薬と合わせて人差し中指という練習をしてみると良いかなと思います。はい、これができると今度は人差し中指、人差し薬指、人差し中指、人差し薬指というね、こう指を入れ替えていくような叩き方ができるようになります。もう一回やりますね。人差し中指、人差し薬指、人差し中指、人差し薬。はい、つまりこの前腕の内回りの時は毎回人差し指で、外回りの時に中指にするか薬指にするかっていうのを変えてるようなイメージです。で、今やった人差し中指、人差し薬指っていうのをこれ右左交互で、まあ、シングルストロークすれば、まあ、こういういわゆるねパラリラパラリラパラリラみたいな速い細かいフレーズになるという感じになります。はい、はい、以上がスプリットフィンガーの概要になります。いかがでしたでしょうか。まあ、急にこんな速くはできないと思います。やっぱりね、じっくりじっくりゆっくりからこの動きを確認して、まあ、だんだん速くしていく。で、こう毎日毎日やってるとですね、ある時やっぱりこの動きそのものに体、脳が慣れるんですね。で、本当に速く叩きたいと思ったら、もう限りなくこういう震えるような回転っていうか、こういう動きになります。はい、なのでとにかくね、こうえいえいえいってこう力まずに楽に楽に毎日ティン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 とやってれば、もう自然と速くなりますので、これ地道にやっていただければいいかなと思います。で、今回は使えませんでしたけれども、指ってね、やっぱ当然5本あるわけですので、親指だったり小指を使ってももちろん OK です。そうするとまたこう違った音色がすると思うんですね。なんであとは各自ですね、どの指がどういった音になるのか、あるいはこの指を当てる順番ですね、どういう順番で当てたら効率よく叩けるだろうとかね、どういうフレーズが叩けるだろうというのを研究していただければと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信をしております。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。